足立森永の墓。足立森永は、平安時代末期、鎌倉時代初期の武将、鎌倉幕府の御家人、鎌倉時代に繁栄する足立氏の祖で、源頼朝の留人時代からの側近である。尊卑文脈では、小野田三郎剣博の子としているが、森永以前の家系は経図によって異なり、その字は、はっきりしていない。兄は、藤原園剣でその子が、足立チ園元とされている。 東元は年上のおいにあたる。森永は晩年の頃から本願地である道の区国足達郡にちなみ足立の苗字を称した。源頼朝の乳母である、引き木の長女、丹後内氏を妻としており、頼朝が伊豆のる人であった頃から仕える。苗字は兄である藤原園県の所領である武蔵国、足達郡にちなんで足達氏としていた。妻がかつて宮中で女房を務めていたことから、 藤原国道を頼朝に推挙するなど芸に知人が、多く京都の情勢を頼朝に伝えていたと言われている。また、蘇我物語によると、頼朝と北条政子の間を取り持ったのは森長とされる。自称4年8月の頼朝挙兵に従い、使者として各地の関東武士の救護に活躍。石橋山の戦いの後、頼朝と共に安亡国に逃れる。その際、 下宇佐国の大豪族である、千葉常根種を説得して、味方につけた。頼朝が再挙して、鎌倉に本拠を置き、関東を治めると、元略元年の頃から、上野国の武行人となる、文治五年、欧州合戦に従軍、道の区国足達軍を領して、本願都市、足達市を名乗る。頼朝の信頼が厚く、頼朝が使用で森永の屋敷をしばしば訪れている、ことが記録されている。 正治元年1月の頼朝の死後、出家して、連日と名乗る。同年4月、二大将軍、源、頼家の宿老として13人の合議制の一人になり、幕政に参画。その年に、三河国の死後となっている。同年秋に起こった、梶原景時の断崖では強硬派の一人となり、翌年の正治2年4月26日に死去。去年66、 生涯官職に就くことはなかった。あ達ち森永の屋敷は、現在の天名神明神社にあり、神社の前に、あ達ち森永亭主の石碑が建っている。ここは、北条時よりの母、松下善二の実家であり、北条と時宗の誕生の地でもある。また、下月騒動の際に、あ達ち安盛が攻められ、滅亡したところでもある。前述の通り、尊辟文脈の記述に従えば、 小野田三郎健博の子であり、足立ち元の叔父にあたることになるのであるが、尊卑文脈では森永について、城之助、小野田東九郎とされる一方で、縁剣に、右大将家家人、足立東九郎という近道と見られる記述があること、あず鏡等において、森永を小野田とする記述が一切見られないこと、足立氏の老中や家人に、武蔵国に立だ軍ゆかりの人物が全く見られず、また、 足立氏と協調して行動した記録もないと、一族としての協力関係が見られないことなどから、足立氏に関する系譜の信憑性は疑わしい。一方で、尊卑文脈において、頼朝のおじにあたる半里氏の項目には、東黒森長と云々という記述があり、何らかの関係性を伺わせる。ありがとうございます。